こんにちは。ご視聴ありがとうございます。今もお元気で現役、ジャズ、クラリネット奏者の北村英二さん。人間国宝と呼ばれている94歳。東京出身のクラリネット奏者でジャズ界のレジェンド。その北村英二さんのクラリネット演奏がテレビ番組で放映されたのを懐かしく拝見していました。94歳とは思えないお元気な姿でクラリネット演奏をされていました。すべての演奏も終わり、司会者が突然北村英二さんにこんな質問をしました。長生きの秘訣は何ですか？この質問に北村さんの答えた返事は、嫌な奴とは付き合わないことですと一言。私はこの回答された言葉に感動しました。今でも月に10回以上の演奏会をこなされているようです。いつまでもお元気でクラリネット演奏を聴かせていただきたいですね。ご健康でますますのご活躍をお祈りします。さて、今回は北村さんのお話ではありません。今回は所ジョージさんの話題に迫ってみました。所ジョージさんが YouTuber だったって皆さんはご存知でしたか？所ジョージは YouTube チャンネル所さんの97チャンネルを運営されています。またこの所ジョージの名前を付けた人は、あの宇崎竜童さんだった。芸名の所ジョージの由来は、出身地の所沢市と柳ジョージをモチーフに、山口百恵さんの恩師とも言われる作曲家の宇崎竜童さんによって、所沢の柳ジョージという意味で命名されたそうです。早速ですが、所ジョージさんのプロフィールは、1955年昭和30年1月26日の生まれ。現在69歳。身長172センチ、体重63キログラム。本名羽賀高幸。埼玉県所沢市出身。東京都世田谷区在住。所さんは日本では珍しい犬種のロットワイラーという犬を飼っているそうです。ティビクラブ所属。テレビのレギュラー番組は数多く出演されています。大改造、劇的ビフォーアフター、ポツンと一軒家、所さんお届け物です、などが有名な番組ですね。著書に所ジョージの私ならこうします、世直し改造計画など。趣味の達人、所ジョージさん。所ジョージさんは自分の趣味について、楽しいことを楽しいからやる、趣味は自分が面白ければいい、人間は何のために生きてるのかなんて考えてることが生きている意味だ、遊びに理由なんてないんだよ、明日できることは明日にしましょうよ、笑いの達人でもある所さんはこんなことも。笑いは人の薬、泣いて暮らすも一生、笑って暮らすも一生、笑って損したものなし。所ジョージさんにとって趣味とは何ですか？僕はね、趣味というより面白がっているだけです。例えばバス釣りが流行ったら、ルアーとかバスボートとかにみんな凝ったりするけど全然興味ない。バス釣りやるんだったら、竹の竿と生きた餌と玉浮きかなんか買ってきて、山中湖とかに漁船の一隻も浮かべて、大漁旗かなんかなびかせて、それでやりたいね。みんなと並んで同じことやってもしょうがないだろう。すっげえな、漁船浮かべちゃったよ俺、という方が面白い。自分が面白ければいい、楽しいことを楽しいからやるわけで、かっこいいものを見つけたらそれにしがみつくだけで、実際に見てかっこいいものにしか反応しない。例えばギターにしても、誰それが使っていたとか、いい音がするとか何の興味もない。いい音しなくたっていいんだもの俺は。所さんはいくつものレギュラー番組を抱えるお茶の間の人気者で、皆さんもご存知の車やバイク、模型など自分の趣味を全力で楽しむ人生の達人ですね。理想の上司ランキングでは常に上位にいますが、新入社員向けにアドバイスをお願いします。理想の上司って言われても、私にはなんかピンとこないです。例えばお笑いの世界だと、さんちゃんこと明石家さんまさんの下に誰かがいて、中堅がいて、若手がいてって、わかりやすいじゃん。でもうちの事務所の場合はそういうこともないし、そもそも人に何かを教えようとか否定するつもりがないのよ。ある人が困っていたとするじゃん。困っているのもその人の人生だから。そこでいいアドバイスをしちゃうと、人生の邪魔してるような感じもするのよね。なんで YouTube ではチャンネル名が所ジョージではなくて
世田谷一郎なんですか。所さんの名前で出した方が確実に再生されると思いますが。その考え方がせこくて面白いなと思って、動画を見てても自分で自分に笑っちゃうの。俺が一番見てる回数が多いと思うよ。この曲なんて800回再生のうち600回は俺が見てるね。誰に手伝ってもらうわけでもなく、自分で作業してリズムを変えたりして、そんな自分が超かっこいいわけ。こんなんでレコード大賞取りたいんだよ。直木賞でもいいからさ。大人数のオーケストラがいて、誰もが立派に見えるような曲で賞もらったって当たり前でしょ。自分だけのもので評価されたいっていうのがすごく強いよね。ご自宅にさんまさん用の部屋があるって本当ですか？今はもう神さんのミシン部屋にしちゃったよ。さんちゃんが年取って一人で行くところがなくなったら、ここに住めばいいじゃないっていう話をしていたんだけど、今もはつらつとやってるからね。ビートたけしさんも世田谷ベースにはよく来られるとか。来る、来る。北野さんは底抜けですごく面白いんですよ。さんちゃんと北野さんの二人に言えるのは、どんな素材を渡しても大丈夫ってこと。木魚だろうが釣り鐘だろうがすごい笑いを作っちゃう。片やタモリさんは自分の中から出てくるものでうまいことやる感じ。そこが二人とは違うのよね。ゲストが出てきても丁寧じゃん。暴言を言ったりつついたりしないでしょ。そういう大変さは苦にならないわけですね。ならない。面白いもん。早起きしたら早起きしたでこの空気感。小学校の夏休みのラジオ体操を思い出すなとかさ、すごく楽しいよ。例えばの話、体にいいって聞いたものを並んで手に入れたとする。人より先に手に入れてサプリメント飲みながら仕事するみたいな。健康より前に健全を考えないと。所さん流の仕事術について収録現場でカンペを見ないというのは本当ですか？カンペってわからない人もおられるかと思いますが、カンペとはカンニングペーパーの略です。テレビの業界ではごくごく当たり前に使われていて、一般的に大型のスケッチブックを用い、一行あたりの文字も大きく書き、遠くでも読めるように配慮しているのをカンペと言います。カンペは見ないし、見ても自分の感情に全部置き換えるから。初めは手探りだから作家の方の書いた順番でやるけど、2回目以降は時間の差しとかも自分でわかるじゃない。今所さんお届け物ですっていう番組をやってるんだけど、ものすごく楽しいですよ。何年か前に60歳を過ぎたら辞める、辞めないみたいな話がありましたけど、いかがですか？そうだね、失敗も含めて人生でしょ。50代には思うんだよ、60になったら辞めようって。それで60になったら70で辞めよう、70になったら80で、80になったら90でってやってくと、死ぬな、もうそろそろ、そういうことだよ。振り返ると10代で青春だなんだ言ってたあの頃からなんだ変わらない。何にも進歩してない。俺のやってることなんてしくじって言えば全部失敗だし、成功って言ったら全部成功だもん。自分が成功だと思えば全部成功だよね。まとめるとリセットしないってことじゃないですか。髪を丸めてくしゃくしゃポイって捨てないってこと。失敗も含めて人生でしょ。さすが所さん、ますます好きになりました。今後も体に気をつけてどんどん楽しい動画を投稿してください。楽しみにしています。最後までご視聴いただきありがとうございました。